んこんにちは、恋愛コラムニストの神崎めりです。本日も皆様の役に立つ恋愛のあれやこれたくさんお伝えしていこうと思います。本もじゃじゃーん6冊ほどただいま出版しているので、ぜひ概要欄から本の方もチェックしてみてください。早速なんですが、よく恋愛 YouTube、 恋愛コラムなどを読んでいると、好きな男性彼氏への長文や即レス禁止っていうのを見たことはありませんか？この即レス長文禁止、レス力の方でも強く推しています。ただこれがなんで即レスが禁止なのか、なんで長文を送らない方がいいのかっていう表の理由と裏の理由、実はあるんです。こちらのどっちもをちゃんと理解していないと全く意味のないことになってしまうので、皆さん表の理由裏の理由、今回しっかりとお伝えしていくので、頭の中に叩き込んで恋愛で活かしてください。長文即レス禁止、表の理由4つあります。まず1つ目、男性は長文を読むとお腹いっぱいになってしまうから禁止です。これどういうことかっていうと、ね、好きな人とか彼氏と長文で毎日やり取りをしているなのはいいんだけどさ、デートの日取り全然決まんないんだよね。 LINE では結構さ、いろんなこと話すんだけどっていうことになったことはありませんか？これなぜかっていうと、長文であなたの考えていることや日々の行動、こういうものを彼に送ってしまうと、彼はお腹いっぱいになってしまいます。お腹いっぱいになってしまうとどういうことが起きるかっていうと、無意識にデートを誘わなくていいかっていう風になってしまうんです。彼からデートに誘われたい、好きな人からデートに誘ってほしいっていう、そこのあなた、頻繁に長文を送っては絶対にいけません。2つ目の理由です。即レスする女は俺に夢中と男性は思ってしまいます。こんな感じ、よしお君から LINE 来た、はい返さなきゃ、お疲れ様、今仕事終わったところ、ハート、よしお君は何してるの、今日は金曜日だけどどこか出かけたりするのかな、送信。やっぱ俺が LINE するとマジで秒で返事くんだよな、絶対俺のこと好きでしょこういう風に思われてしまうとどういうことが起きるかっていうと、あなたのことをモテチャージ要因として利用するようになってしまうのです。モテチャージ要因になってしまうと、と本命彼女から遠のいてしまうどころか、あなたからモテるっていう自信を得て、それを本当に口説きたい女の子へのエネルギーとして活用してしまうので、即レス禁止です。3つ目、即レスする女は暇そうと思われてしまいます。例えばこんな感じ、おすごい、なんかすごいレス早いんだけどっていうか、 LINE を送った瞬間の既読になるの、どんなタイミングでも絶対暇そう、家で何してんだろう、暇そうだなーっていう女性、これどう思うか。暇そうな女性に男性は魅力を感じません。なぜなら、何か充実をしてそうな女性の方が男性の追いかけたい欲求、すなわち狩猟本能に火がつくからです。暇そうになんだか家のベッドの上でゴロ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 携帯スマホをいじりながらネットフリックスを見てずっと LINE してそうな女性っていうのは、なんだか追いかける気持ちにならないので、即レス禁止です。4つ目、即レスする女はスマホ中毒そうと思われてしまいます。いやー、すごいな、ずーっとも秒じゃないっていうか、うわ、ツイッターもずーっとつぶやいてるよ、すごいな、インスタストーリーとか上の方糸みたいにミシンでこうダダ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 って糸、うわ、スマホ中毒かもしれないなっていう風に思われてしまうと、何がデメリットかっていうと、仕事してる
友達いる？大丈夫？って逆に心配されてしまうんですよ。こういう女性はスマホ依存の匂いがプンプンする女性っていうのは、男性はなんとなく地雷なような気がして起因してしまうので、即レスしてはいけません。即レス長文を送らない表の理由としては、彼にほんのりと片思い感覚を味わってほしいんです。これぞ超重要。男性がなぜあなたのことを恋焦がれて、大好きになって、追いかけたくなって、付き合いたくなって、LINE を送ってもなかなか長文を送ってくれないし、即レスも返してくれない。デートに誘わなきゃっていう風になってほしいんですよ、男性に。こういう気持ちになる時っていうのは、ほんのりとした片思い感覚なわけです。皆さん思い返してください。両思いの瞬間もドキドキワクワクするけど、片思いの時もめちゃくちゃドキドキワクワクしませんか？あの感情で男性があなたにアプローチする時、それぞど本命婚の目がポンって出てる、こういう感覚なのです。その目をつまないためにちゃんと長文や即レスを控えて、彼の中の恋心っていうのをふつふつと成長させることが表の理由です。これから即レスや長文返してはいけない裏の理由の方もしっかり説明していきます。2つあります。ズバリ裏の理由は、恋愛依存を脱出するです。吉岡から LINE 来てる、紹介したいって思うでしょ。でそれで即レスしちゃうんですよ、こうしてる乙女っていうのは。ただそれだと恋愛うまくいかない。恋愛うまくいかないからって、じゃあどうすんのか。30分から3時間ぐらい置けばいいってメス力の本に書いてた。まだかな、何分かな、あと何分かな、でも30分で返しちゃおうかな。スマホを握りしめて即レスや長文を我慢しないでください。なぜならストレスがめっちゃかかるからです。そうならないために、1つ目、これが終わるまでは返事を返すのをやめよう、これが終わるまではスマホを触るのをやめよう、そういう風にスマホ依存しない、そういう習慣を身につけるために長文即レス禁止です。2つ目、じゃあね、さっきこれが終わるまで返事するのをやめよう、即レスやめようっていう風に考えてくださいってお伝えしました。そのこれっていうのは、仕事だったり友達と遊んでる時間だったり、ジムに行ってる時間だったり、お風呂に入ってる時間だったり、部屋掃除をしてる時間だったり、料理をしてる時間だったりするわけなんですけれども、それを目いっぱい全力で取り掛かってください。メリハリをつけるってことです。仕事や友達の遊び、生活、そういうものにもっと地に足つけて取り掛かってほしいんですよ。で、料理ももうダダダダダ、もう彼に返信したいからとにかく急げ、お風呂も年俸はぁ早く出て返さなきゃ、もうこんなんじゃダメなんですよ。もう浮かれポンチです。あなた恋愛依存です。恋に浮かれてます。もうね、こういう恋に浮かれた精神状態っていうのは LINE ににじめ出てしまう、文面にじめ出てしまう、あなたのことが好きで好きで私は即レスを我慢していますっていうのがなぜか伝わってしまう。男の第六感っていうものが皆さんなぜかありまして、彼らの第六感はこの女俺にベタ惚れだなっていうものに対してすごく反応するんですよ。なので LINE や長文の文面からバッチリね、隙間れしてしまうと、彼のことをほんのり片思いっていうね、切ない、恋心が実る、恋を実らせたい、そういう風な気持ちにさせることができないね。それを沈めるために、裏の理由としてスマホに振り回されない自分を作るっていう、そういう理由があるんです。結局ですよ皆さん、即レスはダメ、長文はダメ、苦しいってスマホを握りしめて我慢してる状態っていうのは不健全で、ストレスが溜まって彼にど本命クラッシャーします。なんで私ばっかりこんなに我慢してんだろう、別に普通に好きな人と超 LINE してよくない、感じたことをそのまま長文で何が送っちゃいけないなってなっちゃうんですよ。そうなるとね、うまくいく恋もうまくいかなくなるので、そういった精神状態で即レス長文送らないっていうことをするんじゃなくて、自分を整える、
生活やるべきことに地に足をつけるっていう自分をちゃんと身につけて、恋に浮かれずに一歩引いて冷静に振る舞える自分を作るってことなんです。これが裏の理由です。なので表の理由、裏の理由、どちらもなぜなのか、男性心理、あなたの気持ちを整えるメソッド、理解してやってみてください。本日のメス力、恋愛依存を脱出して片思い感覚をプレゼントできる女が、追われ求められど褒め彼女になるっていうことを頭にしっかり入れて、うまくスマホと付き合っていってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの恋がうまくいきますように。またね。